人はみんな変わりたがってるって、そういう気がしますね。えー、スピーチ大会、明日なんですけども、えー、ここまでの練習の様子を見ていると、本当にね、学習者の皆さん、まあ、スピーチに出演、えー、される皆さんの成長ぶりというか、えー、ものすごいものがあります。この時私は変わったっていう、そういうタイトルで、えー、いろんな挫折の体験、そこからまあ這い上がってきた体験、そして、えー、韓国人の情に触れて変わったっていう、そういう。 まあ、スイッチを押してくれる体験っていうのがね、えー、皆さん、人それぞれにあって、えー、とっても楽しいんですけども、このスピーチ大会に出るっていうことが、その人にとって大きなターニングポイントになることは間違いないと思いますね。そしてね、オンラインっていうのはね、とってもいい、オンラインは近い、えー、これはね、今まで6回スピーチ大会出演者のための勉強会、今日の夜を入れて6回。 そこでね、他の人の発表を聞いて、自分の発表の足りなさを感じて、刺激を受ける、それから発表するときの,の顔の表情とか声の出し方も含めて、お互いいろんな刺激を与え合って、うっと成長できたように思います。それからね、個別の練習もたくさんやりましたね。遅い人は11時半、夜11時半からか早い人は6時半。 そういう、ね、練習もやったりして、やっぱりオンラインならではの練習の仕方ができたっていうのも、今回は大きなことだったなと思います。そして、録画出演の人はね、ねもう昨日録画してるんですけども、当日の時間帯に出演できなくても参加できるっていう、こういう利点もありますね。だから今後はね、もっとね、気楽な形でいろんなことができるかなと思ってます。 出演者の皆さんがもう繰り返し繰り返しこの言葉に気持ちを込めてやってきた、それをね、皆さん聞きに来てほしいと思います、そして、韓国語で語る、自分を語る、自分の学習詞を語る、そういったことを、もっともっと、こんなスピーチ大会という大掛かりなイベントでなくてもやっていい、もっとね、日本語でも語り合ったらいいのかなって、そんな気がいたします。 単なる外国語学習じゃないっていうところがね、この韓国語学習の、まあ、特別な位置づけですよね。趣味としての韓国語っていうのともまたちょっと違う、生活の中に入り込んで、そして生活を変えていく、そんな学習がここにある、まあ、その何よりの証をスピーチ大会本番、皆さん聞きに来てください。 それからミレイのスピーチ大会の最大の特徴は、一人一人発表が終わったら、もうその場で、直後に飲酒費さんからコメントをいただけるんですね。具体的に、ここはこうですよっていうコメントを、そして視聴者の皆さんと一緒に練習をするような、そんな時間を取っていきます。ですので、もう実地の発音クリニックをその場で見れるっていう、そういう、ね、発音の勉強、また音読、朗読の勉強にもなりますので。 皆さん、そこがと、ね、とっても有益だと思います。観覧する方にも大変いい発音の具体的な、ね、そういう勉強になると思いますのでぜひいらしてください。顔出しなし、まあ、出入り自由ですので気楽に見てください。